ンポン。こんにちは。なんや、ボイスロイドクリーチャーにご注意。なんやこれ。何何？最近ここは近辺でボイドクリーチャーが目撃されています。それは紫色のアホ毛が生えてる被り物みたいな生物であり、感情を吸い取るためとても危険です。見かけたら生徒会までご連絡ください。なんやそれ怖っ。てかそもそも紫色のアホ毛が生えてる被り物みたいな生物ってなんやねん。こんなん見たことない。ウイッス、あれじゃね、ゆかり先生。それは、あ、これ違うよ。わかってますよ。まったく、あかりちゃんもボケが通じないんですから。では早速本題に。本題は違うっぽい。いや、ほらその頭の、ああこれね、気づいちゃいました。さすがあかりちゃんですね。そうなんですよ、実は髪型変えました。そこじゃねえよ。さすがあかりちゃんですね。私が持ち歩いているバッタの色が違うことにまで気づいたんですか。違えよ、お前がバッタを持ち歩いていることすら今知ったわ。ボケ。そうじゃなくて頭が悪いのはあかね。なんやとほらって、ゆかりお前を突っ込んでくれ。あかねちゃんもみあげすげえ伸びとるやん。突っ込むところはそこじゃねえ。もうもみあげ毎日揉んでるんで当然一緒。なんでこいつ毎日もみあげ揉んでんだよ。バカじゃねえの。じゃなくて頭の上。ゆかり先生の変な生物いるやろ。え、頭の上。やっと気づいたか。もみあげ重そう。どこに驚いてんだよ。まあ、いつか。僕ね、その生物、感情を吸い取るらしいで、気をつけな。よだな。そんな生物いるわけじゃないですか。受ける足。地球が滅んでも私はここで生きたいよ。多分感情吸い取られてるっぽい。クソ。なんでここは変なのがこんなにたくさん集まるんや。え、何それ変態怖い。おめえらのことだよ。ここも物騒になりましたね。それな、物騒なのはおめえらだよ。なあなあ。あ、ん？明日、地球滅亡するの？あかん、めまいしてきた。どうするんや、その謎生物。うん、とりあえず私が持ち帰って世話します。大丈夫か。まあまあ、私飼育のプロですよ。今までにいくつのバッタを育ててきたことか。不安しかねえ。